チャオ、ボンジョルノトゥッティ。本日も我が家のキッチンからおうちご飯をお届けしたいと思います。本日はザンギを作っていこうと思います。前に札幌の名店である中華料理屋さんの、補定のザンギというのも作ったんですけれども、今回は僕がよく行くお店のシェフから教えてもらったまかないザンギを作っていこうと思います。でせっかく揚げ物するので、ザンギだけじゃなくて、北海道のよく居酒屋とかに行くと出てくるこのジンギスカンのザンギ、ジンギスカン唐揚げというものが、北海道の居酒屋では結構メニューとして載ってることがあるんですけれども、今回この、北海道を代表するセイコーマートで作っている、味付きラムジンギスカン、これを使ってジンギスカンの唐揚げ、ジンカラとあと鶏もも肉を使ったザンギ、この2つを作っていこうと思います。鶏もも肉を2枚とあとこのジンギスカン味付けのやつですね、これを 200g のものを買ってきました。で、唐揚げとザンギの違いって何なのかなって言ったところなんですけれども、唐揚げは多分揚げるもの全般のことを唐揚げといって北海道で、ザンギってザンギも唐揚げみたいなもんだと思うんですけれども、北海道でザンギって言われるものは大体こういう、鶏もも肉を、醤油なんかに漬け込んで、漬け込んだものを揚げるといったのが、ザンギになるのかなと思います。そんな明確な違いがあるのかどうかは分かりませんが、僕は北海道民なので、親しみがありますので、今回ザンギを作っていこうと思っています。で衣なんですけれども、小麦粉と片栗粉、両方入れる方もいますし、小麦粉だけの方もいますし、片栗粉だけの方もいると思うんですけれども、僕の認識だと、小麦粉で揚げれば、どちらかというとお肉の保水が高まって、しっとりジューシーな、唐揚げになる感じかなと思います。片栗粉だけで揚げると、いい具合に油を弾いてくれますので、サクッとした仕上がりになるかなと思います。また小麦粉と片栗粉を何対何とかっていった形で、分けて作られる方もいると思うんですけれども、今回は片栗粉だけで、作る方法で作っていこうと思います。では早速作っていきます。
本日はジンギスカンの唐揚げジンカラと味をしっかりと染み込ませたザンギ2品を作ってみました。ジンギスカンの唐揚げはもともとお肉自体にしっかりと味がついているので、特に味付けをしなくてもすごく美味しい、まあ、北海道風に言うとなまらうまい唐揚げになったかと思います。片栗粉を入れて揚げるだけなので、普通に焼くだけではなくて、まあ、唐揚げにしてもとても美味しく食べられると思います。あとザンギの方ですが、こちらは僕がよく行く、ビストロのシェフが、まあ、作ったレシピで作ってみたんですが、まあ、豆板醤のピリッとした辛みがちょっと癖になるような美味しいザンギに仕上がったと思います。両方ともとっても美味しくできましたので、ぜひ皆様もお試しください。美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではチャオチベディアモチャオチャオ。